皆さん、暑いですね。激花の古谷です。今日はですね、夏場なんか枯れちゃったようなラベンダー、皆さん、あのラベンダー買った方、枯れちゃったんじゃないかなみたいな状態になっていることが多いと思うんですが、そうなってきたらラベンダーの植え替え、それから剪定、鉢増し、それをやる時期になってきますので、今日はそれを詳しく解説したいと思います。まずこのラベンダーなんですけど、結構もう花も終わり、葉っぱもなんかちょりちょりしてきたなみたいな、でポロン取れちゃいますから、枯れてきちゃったような状態になってきましたら、まずは切り戻し、これをやっていただきたいと思います。準備が悪くてハサミが遠いところにありますが中の方もね、風通しが悪いと蒸れちゃうんで、もうね、半分ぐらいこの辺でザクザク切っちゃいます。もうバンバン切っちゃってください。ザクザク切ると株元がすっきりしてきますので、まず風通しがすごく大事なんですね。ラベンダーって蒸れにとにかく弱いので、暑さにはね強いんですけどね、蒸れに弱いです。なので風通しがいいようにザクザク切っていただいて、で下の方とかね、葉っぱがないんですけど、この部分って実は木質化って言って、木みたいになるんですよ、ラベンダーってね。なのでその木みたいになったところからもまたいくらでも葉っぱ生えてきますんで安心してください。これぐらいさっぱりさせて、あとはこの枯れた葉っぱはできるだけ取っちゃった方がいいです。青い葉っぱはね、残しておいてくださいね。で軽く手でこうなぜるようにすると、いい匂いがしつつ癒されながらお手入れができますので、ぜひ試してみてください。でこの枯れた葉っぱでいつまでも取っとくと水がかかってそこからかびたりするので、それだけはちょっとやっぱ避けたいですよね。蒸れに弱いし、かびちゃうともう本当にラベンダーアウトなんで、カビは怖いですよ。チーズみたいにね、そこだけ取ってまた食べれればいいんですけど、やっぱりかびちゃうとラベンダー辛いので、はい、でこんな感じで、さっぱりスポーツ狩りな感じにしちゃってください。で次に植え替えをするんですけど、秋に一回り二回り大きくして咲かせたいじゃないですか。だいたい咲くのは10月ぐらいなんですけど、鉢の大きさはこれぐらい違います。二回り大きい7号に、5号鉢だったら7号、6号鉢だったら8号の二回り大きい鉢に植え替えをします。で植え替える土はどんなものがいいかというと、ザザン、観葉植物の土が一番ベストです。なぜベストかというと、観葉植物の土というのは水はけ重視で作ってあります。なのでこの観葉植物の土を使うとすっきり根っこが傷まずに、植えることが可能です。でこれとこれ比べても結構深さが違うので、少し下にね土を足してやります。ちょっと今から作業しますのでね。で下に鉢底土、鉢底石入れてもいいですね。僕はラベンダー水切れしやすいので嫌なので、鉢底石は使いません。でもともと水はけのいい土を使っているのでいらないというふうに判断をして、鉢底石は敷きません。で土少し入れてからラベンダーを鉢から取り外して、これね、底面吸水の脱脂面ですね。根っこをちょっとよく見てください。でね、今土触ってるんですけど、あったかい、ぬるくなってます。なので根っこが若干傷んでますね。太い根っこがないでしょ、これ傷んでる証拠ですから。で少しだけほぐしてください。根がね、いっぱい回ってたらザクザク切った方がいいんですけど、根っこがそんなに
細くなってしまって傷んでる場合は少しほぐす感じね。それでまず仮合わせをして、鉢の面まで持ってかないでください。ウォータースペースを作る感じ で鉢の内側にね薄く線が入ったりするんで、それを目印にしながら少しウォータースペースを多めに取って植え替えをします。ちょっと、ね、部屋でやってるんでね、土がこぼれるんですよね。結構僕不吉っちょなんで、なんか上手には入れらんないな。まあ一通り土を入れます。あとで掃除機かけますね。ね、二回り大きいだけでかなり入るでしょう。で少し多めに土を入れて、よくね割り箸でつっついたりとかっていうことを某園芸テレビ番組なんかで言われますけど、基本的に僕の場合は指でやっちゃいます。これね加減が難しいんですけど、隙間を埋めるというよりも鉢が動かなくなるように感覚でちょっと指をね突っ込むんですよ。あんま思いっきりやらないようにして軽く突っ込みます。そうするとだんだん土が馴染んできますから。でこれラベンダーってこの辺まで土入れちゃうと株元が蒸れて腐ってしまうので、少し浅植えにするような感じ。浅植えっていうのは土少なめにして鉢の上の部分が見えるぐらいのこと。ここが鉢の上の部分なんですけどね。でこのままふかふかの土のところに水入れていくと水が下がって最終的には浅植えっていう状態になりますから、まあ、土を少なめにするっていうことが一つポイントになってきます。で、植え替えが終わったら次は必ずたっぷりとお水をあげてほしいんですけど、そのたっぷりがわからないという方がたくさんいらっしゃいます。僕もケーキ作りのさっくり混ぜるとよくわからないんですけど、それを、僕はたっぷりを今見せますので、どれぐらいお水をあげるかよく見といてください。たっぷりとはこれね、新品の土ってね土がなかなか染み込まなかったりとかするので、しばらくあげますよ。で、まあ、お水あげると鉢の上に水が来て、下から出るかな、あ出てきましたね。これねまだ少ないんですよ。ちょっと出てるでしょ。でも例えばこの鉢が透明の鉢だったら、ここは湿っていてここは湿ってないなんていう場所が必ずあります。なのでもう必要以上にちゃんと土を湿らしてあげることが大事なので、2回ぐらいはあげないと土がしっかり湿らないですね。でしっかり上げて、今僕が上げたのがこれが 1.2 リットルの浄炉なんですけど、それぐらいは上げちゃってください。で茶色い水がどん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 出てきますから、これしばらくね水切れないです。水切れないのでしっかりできるまで上げてってください。これがたっぷりですね。で次にこのまだ生きてる芽があるじゃないですか。これが大きくなってきますから、
そうすると窓際なんかにね置いておいてください。南向きの窓辺なんかに置くと、これがだいたい2週間ぐらいで新しい芽が吹いてきてふさふさになってきます。で窓際でお部屋の中だとだいたい9月の後半から10月ぐらいの気候と同じなので、そこでまた株がどん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 大きくなってきます。で植え付けからだいたい2週間から3週間経ちましたら、化成肥料をパラパラっと少し上げてください。そうするとお水やりのたんびに肥料分が溶け出してどんどん葉を大きく茂らせてくれます。で花がつくのはこれ寒さに当たってからじゃないと花がつかないので、気温の下がる10月後半ぐらいに花が咲いてくる、これが一般的な、ラベンダーのサイクルになります。ぜひね、ラベンダー一瞬死んじゃったかなと思うような環境にありますけども、全然強い植物で根っこさえしっかりしていれば生きてますから、まず根の確認をして、そして、植え替えをして、で、いい環境の場所に置いて、で肥料をあげて、で毎日お水をあげて、で、このビデオですけども、僕著作権を放棄してます。なので、友達でラベンダーなんか枯れちゃうのよねとか、あとは、まあ、お花の育て方苦手な方でよく分かんないっていう方なんかいらっしゃいましたら、ぜひこのビデオねダウンロードして渡してあげたりとか、このリンク先にあるよって言って教えてあげたりとか、あとはあなたのブログに貼り付けたりとかしながら、ぜひ使ってください。許可とか必要ないのでね、どんどん広めていただいて、みんなでこの素敵なね香りのラベンダーを上手に咲かせて秋の大株にして、お花たくさんで楽しんでいきましょう。これがラベンダーの夏越しです。ではまた来週、さようなら。